目は牡蠣です。瀬戸内海産蒸し牡蠣ボンドジュレはプリプリ、ガーリックバターソースで味付けした瀬戸内海産蒸し牡蠣ガリバター炙りも試していただきたい一品です。秋の海山米は蝦夷アワビ、赤貝、石垣貝を一皿で、天然のどぐろ塩炙りは上品な脂の甘みが絶妙なうまさです。そして本格ラーメンシリーズ第7弾には吉祥寺武蔵屋監修家系ラーメンが登場。かっぱ寿司でしか味わえないラーメンです。デザートには醤油キャラメルアイスが新登場。甘くてしょっぱい醤油のコクが病みつきになりますよ。今しか食べることのできないかっぱ寿司の厳選メニュー、ぜひお試しください。今日は3連休のご予定を皆さんに伺っています。山口市の50代女性の方からいただきました E メールです。ありがとうございます。娘が下関海峡マラソンのフルマラソンに初挑戦いたします。応援観戦に行きたいところですが、この1ヶ月私は風の引き返しばかりでどうも行けそうもないので、お土産話を待つ予定にしています。娘も年もそこそこなので完走できるかな。ので、これは年齢じゃないですよね。関係ないと思います。いろんな方が走ってます。はい、もう老若男女言えない。中間さんのフルマラソンっていうのは初めてで、もう今ドキドキですよ。そうですね、どうなるかやらとドラマが生まれてくれないかなと自分で期待してます。でもあの乾燥した方だけが食べられるというフグ鍋が待ってると思いますね。フグ鍋美味しかったよっていうお土産話がね聞けるといいですね。私はもう何度も言ってますが、これは食べたことありません。走ってないから。コマーシャルの後はお天気情報コースです。10周年、さらに進化したビッツは最新の LED ヘッドランプ、踏み間違い時サポートブレーキも搭載、成熟したトヨタのコンパクト、ビッツ。ネクストヨタ山口は感謝の50周年。ケーキ前までちょうどいいんですよ。美味しいってやばいんですよ。年賀状なら言える気がする。